はい、それではドントスターブトゥギャザー、また実況続きやっていきたいと思います。ということで前回からの続きなんですけども、もういきなり終わりかけているというこんな絶望的な状況からでしたっけっていうね結構やばい感じです。産地も54、体力も43。お、ウェンディが入室しましたね。ということで今回もまたやっていこうと思います。もうちょっとしたらウィッカーさんも来るはず。これ食料はどうなんだろうな、足りてるのか。お、冬の白さとこの産地の、これ調理しといた方がいいな、これ全部焼いとこう。うん、そう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 、冬なんか黙っちゃいましたけど冬の白さと産地のもやで結構画面がみんな頭抱えてるっていうねお、アビゲイルが誕生してる。よしよし、まあでもそこまで、や、超やべえっていうほど食料がないわけでもないですね。一応干し肉もできたし、干し肉1個食べるとちょっと産地回復するんですよね。15ぐらい回復するのか。なるほど、そう思うと料理せずに干し肉そのまま食べるってのもありですね。ということでちょっとだけ食べておこう。よし、お、幻覚が少し収まった気がする。じゃあこれ干しとこう。この余ったやつを干しておかないと。よっよっよっ、よし、これでまた干し肉を作っていきましょう。ふんふん、まあこれドライングラック結構作ってよかったですね。ということで今回もまたやっていきたいんですけれども、もう夕方か。そうだな、石持って象とかがねいれば倒したいところなんですけども、そうだな、まあ足跡探す、探したり、あとペンギン出したりですかね。ペンギン出しに行こうかな。多分海沿いをこう走ってると勝手に出てきてくれると思うんですけれども、あれ？なんだ？あれ？すごい近づいてくる。なんだこの豚すごい何もしてないのに友好的。お、出てきた。よし、一つペンギンの巣ができたはず。多分どっかにまたマークがつくはずですね。あ、でももう結構寒いな。石が冷めてる。あー、まさか。ウェンディ、これは。あ、ウェンディにこれ与えるしかない。今、産地を回復できるもの、これしかないぞ。ウェンディ、食べるんだ。食べろ、食べろ。食べろ、これ食べて。ウェンディ、これ食べて。ウェンディ。あれ、I can't do that。 できないって言ってる。これ食べさせられないのかな、なんでだろう。食べさせるっていうコマンドの成立の仕方がいまいち分かんないんですよね。ほら、とりあえずあげる、あげて食べてもらうしかない。幻覚叩いちゃってる。お肉食べてって言おう。干し肉、無理か。食べると死ぬか一応あげてるけど、アビゲイルが戦ってる。ウィッカーが、あ、これやっぱりもう産地問題でダメなんだ。
ダメダメダメ、厳格に触れると産地問題でやっぱりもう僕たち叩いちゃった。え、なんで、え、アビゲイルが怒ってる。え、アビゲイルどうしたの。あれ、アビゲイル叩くことになっちゃった。ダメだ、産地が、食べて、干し肉食べ、あー食べた、これ産地問題で終了してしまう。あ、なんかウサギウェンディが持ってたウサギが解き放たれてるこれ、あー、これまだあるのか、いけるか、これ作るっきゃねえ。産地回復するものがもう干し肉しかないから。そうなんですよ、産地回復の手立てがもうないんですよね。僕たちちょっとテントも作ってなかったから、今回マルチプレイはテントとかその辺の仕様が若干違うみたいなんですけれども、どんな感じで違うのかはいまいち分かってないんですよね。あ、でもテント作れるか、これ作れそうな気がするぞ。枝ある、枝、あった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 、お、作れる。ちょっと待ってね、テント作っちゃうから、ロープか、これさえあればもしかしたらなんとかなるかも。テント、あれ、どこ行った。サバイバルグッズだと思うんですけれども、あ、こっちか、こっちね、オッケー、よし、作った。あ、もしかしてウィッカー、あっ、しかもゲーム落ちちゃってるそこで立ち止まっちゃダメだよと思ったけど、ゲームが落ちちゃったのかな、なんという不運待って、テルテイトハート作ってあげる、よし。でも、もうこれないんですよね、あれが、何、雲のスパイダーグラウンドか、スパイダーグラウンドがもうないから、あー、ウィッカーがもう戻って来てもらえるかな。あ、足跡だ、なるほど、足跡っていう、足跡たどるってのは確かにあるな。お、戻ってきてくれた。ただお化けの状態になってる絶望的な状況に、泣いちゃおう、もう泣くしかない、僕も大人ですけど泣きますこれ無理だあ、でもアビゲイルいるから雲は、そうね、産地やばくて幻覚見えてたもんね、仕方ないですね、これは。なんでこれ僕あったかい石を何個持ってるんだろうと思いますけど、これ持って、これ持って雲を倒しに行くしかもう助かる道がないですね。産地がもうガンガン減っていくので、うわ、すごい暖かくなっちゃった。雲を引っ張って、うわー、結構近場にペンギン来てくれたのにな。これはついてるんですけどね、近くにペンギンいるとすごく卵が取りやすくっていい感じなんですけれども、雲なー、倒せるかなー、まあ、できればアビゲイルにやってもらいたいけれど、
まあ1匹2匹ぐらい倒すには倒すのはまあ僕できるとは思うのでちょっと頑張りましょう。これ幽霊問題が幽霊産地減少問題がかなり厳しいので、あれ？あ、全然違うとこ来てる。よし、やるしかねえ。雲。よし、いいぞ。一発で出せ。ダメだ。やってる。ごめん。雲倒しますかって言ってもらってるけど、もうやっちゃってるっていう。よしよし、出た出た出た。で、万が一のために、万が一というか、この食料問題解決のために、こうモンスターミートをいただく。モンスターミートと、できればもう一個ぐらい出してほしい。あ、なんかすごいいい感じに来てくれる。いいぞいいぞ。あれ？っていうか、サーマルストーンって耐久値出るようになったのか。残念ながらスパイダーグランドは一つしか出なかったけれど、これで一応作れるぞ。サーマルストーンに耐久値が。シビアモードか。なんでその若干ハードモードになっちゃったんだ。よし、いいぞ。これでテルテル作ったら寝るから。俺、あれ、寝られない。寝てから作ればよかった。やってしまった。あれ、生きてるよね。あ、マジ？テント使えないのか。まずいぞこれは。これ影はみんなに迷惑かけるからな。待てよ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 。これとどうしたらいいんだ。鼻か。鼻を食べればいいのか。鼻って産地回復したっけ。覚えてない全然。ダメだ、回復しない。お腹とナス、ナスのパターンどう。ダメだ、もう産地ゼロだしな。あー、なんか変な声まで聞こえる。干し肉ができない。干し肉ってこれどう。これはちょっと銃回復する。あ、でもこれ食べるしかない。食べさせてもらうしか。よし、60になった。回復。寝られる？寝られない。ダメだ、この干し肉全部自分で使っちゃった。なんという自己中の使い方をしてしまったんだ。自分が生きるためだけに。うわ、もう産地回復の手立てがわからない。もうこの肉が、干し肉ができないと無理ですよね。あと緑のキノコもビビたる産地回復にはなりますけれども、うわー、産地大変問題にもう手も足も出ない。この炒めたジャムはどうだ。ダメか。なんか美味しそうなものできたっけ。料理きちんと覚えてないからな。こういうことなら覚えておけばよかったとは思いますけれども、テントをしっかり使えることができれば産地は回復しそう。いろんなもん食べてお腹と体力だけはマックスになってしまいましたけども。あ、木もな、木材もあまりないんですよね。ちゃんと切っておきますか。うわー、ちょっと待って、ツリージャイアントが。
すいません、皆さんもう僕これ諦めていいですか。ペンギンにぶつけるか、ちょっとペンギンにぶつけるっていう手はちょっとありますね。これペンギンは別に近づいても攻撃してこなければ、よし、いけ。あれ、ペンギンってあんま反応しないんだっけ。しない？あれ、多分あれ攻撃当たってるんですけどね、ペンギンにも。そうでもないのか。牛にするか。ちょっと待ってね、若干寒いから石を取り替えたい。あーだ、ちょっと待って、ツリーガードのあれなんだっけ、近くにいても産地下がるんですよね。まずいぞこれ。とりあえず拠点から引っ張って、まあ倒すっていう手もありますけどね、倒せなくもないんですよこれ。1,2,3,4、はい、1,2,3,4、はい、いけるいける、よし、いいぞ。1,2,3,4、いい感じ。1,2,3,4、あ、いけるいけるいける、倒せる倒せる。あ、いたたたた。でもやっぱりメットとこのアームのおかげで相当全然倒れない。あ、これ僕のリュックじゃない多分。ここで僕はテントを使うことができる。どう？あ、いけたいけた。あ、こういうゲージ式なんだ。お、ぐんぐん産地が回復していく。お腹も減っていくけど食料あるから産地回復の方が大事だな。あ、なるほど、こういうシステムね。リアルタイムで産地回復していくっていう。よし、60まで回復すればいいかも。使って使って、テントで。テントで産地回復。使ってもらうしかない。あれ、なんだ、何かに襲われそうなのかな。あれ、入れない。あれ、僕入れる。ウェンディ無理。いや、入りたいよね。あ、入った。入ってない。な、でも影にも襲われて。あ、入った入った。やっぱりこれテント作っとかなきゃダメだったんだ。